10問以上多くてむずいっすよね、うん、辛いっすね。なんか10問も結構むずくて多いじゃないですか、うん、まあでも、はい、10問はみんなやってくるんですよね、最難関大ルールのまでめっちゃやってますね、みんな、うん。武田塾チャンネル。そろそろ大体の参考書終わりましたね。そうですね、終わってきちゃいましたね、これ。次どうしようかね。そうですね、もうこれ終わりですか、もう僕らクビですか。まさかの、まあそれこそあの新しく追加する参考書だったり、はい、市販されてるので有名なやつちょっと扱ってみたりとか、ちょっといろいろ企画考えてみて、とりあえずでもまだね、はい、残ってる教科があるんで、ぜひそちらをね、はい、みんなに説明していこうということで、はい、今日もね一冊ずつ紹介していきましょう。はい、お願いします。はい、中森先生、はい、今日の一冊は、今日は、科学の新演習ですね。新演習ですね、うん、これはどんな参考書でしょうか。まあ分厚い。分厚いっすね。むずい。むずいっすね。量多い。量多いっすね。そんな参考書です。三重句ですね。まあ10問とかね、はい、終わった後、はい、まあ、科学をよりやりたいっていう人の網羅系の参考書なんですけど、はい、まあ、レベルが3つに分かれていて、で、まあ、簡単な方は正直10問やってれば全然いけるだろうっていうんだけど、後半は、はい、あ、やばいなっていう感じの難易度で、まあもう本当に全部は多分時間的に終わらせるのは厳しいから、まあ、特定のレベルだけやろうとか、はい、特定の分野だけやろうみたいな感じで使うのがいいんじゃないかなっていう。向きが弱いから向きだけ固めようとかね、分野ごとに、分野ごとにって形ですね。なるほど、はい、なのでまあこの教材やるときはその残り時間と、はい、その自分の実力をね見て、はい、どれぐらいだったらやれっかな、じゃあやるとしたらどこかなみたいな感じで絞ってやっていくのがいいかなと。すごいですね、10問よりむずいですよね。むずい、多い、うん、10問より多くてむずいですよね、うん、辛いですね。なんか10問も結構むずくて多いじゃないですか、うん。まあでも、はい、10問はみんなやってくるんですよね、最難関大ルールまで行ってますね、みんな、うん、はい、そこのさらに上乗せって考えた時にやっぱこういう教材が必要になってくるっていう、ね、なるほど。でセットになる本として新研究という、はい、まあ、参考書があって、これはまあ講義でめっちゃ分厚くて詳しいやつなんですけど、はい、まあ、これもね分からないとこあったら読みつつ使っていくっていう形で、まあセットで使うのがいいんじゃないかなという感じですね、はい。まあ、ただやっぱりこの辺に入ってきたらやっぱ過去問と同時並行でやっていくものかなと、はい、過去問やって、あ、ここ解けねえなって言って、ちょっとそこを追加でこの教材使って潰すみたいな感じでやるのがおすすめですね。なるほど、はい、はい、分かりました。今回は以上です。はい、武田塾ではこれまで紹介した参考書を含めですね、うん、まあいろいろね全部勉強法も含めいろいろ載せてるサイトがあるじゃないですか、はい、いやもう何でも載ってますよあれは。あれね、逆転語学 .com っていうサイトなんですけど、それはですね、はい、こちらですね、こちらの方で、リンクで行くことができますので、なんとか今回の参考書以外でもねちょっといろいろ知りたいことあるなって人はぜひこちらに、行っていただければと。あとちょっと動画でね見たいなみたいな、はい、人たちであればこちら、はい、うん、武田塾チャンネルの登録をしてもらえればというところですね。ね、こんな感じで動いてる山尾先生がね、もっと面白い感じでいろいろやってくれてるはずなんで。